カイミロアはハワイ王国海軍の砲艦。報道では練習艦として扱われることもあった。ハワイ王国国王からカウアが1871年に建造されたイギリスの蒸気船エクスプローラーを2万ドルで購入し、これに偽装を施したものである。カイミロアとはハワイ語で遠方の探索者を意味する。1887年3月28日収益。 上院のうち24名は少年院に収容されていたハワイ人の若者をわずか1ヶ月の訓練で養成したものであった。少年院には音楽が構成プログラムとして設けられていたことから軍楽隊を兼ねるものもあり、少年院出身でロイヤルハワイアンバンドに所属するチャールズ・パリカップ、カレーコアがリーダーとなった。艦長にはジョージー・グレズリー・ジャクソン大佐が就任した。 サモアとの同盟を目指して5月18日ホノルルを出港し、6月15日アピアに到着した。だが、すでにドイツ帝国との交渉に入っており、イギリスとアメリカ合衆国も機会を伺っている状況で、交渉は進展しなかった。この間、軍楽隊はコンサートを開催し、アピア市民に親しまれた。また、 少年院出身の上院も問題を起こすことは少なく、懲罰の対象となったのはわずか1件が記録に残るのみとなっている。その後、7月に発生したクーデターの影響によって、帰国を命ぜられ8月23日出港、9月23日にホノルルへ到着した。これがカイミロアの最初で最後の遠洋公開となった。 29日に上院は退役となり、カイミロア自身も30日退役となった。なお、チャールズ・パリカップ・カレーコ・アは航公開の後ロイヤル・ハワイアン・バンドに復帰し、引退するまでの40年間を過ごしている。カイミロアは、検疫船として用いられていたが、翌年2800ドルで売却され、ハワイ諸島間の輸送船として用いられた。また、 1894年に取り外されたガトリング砲がハワイ共和国大統領府に設置されている。その後、蒸気機関は正当に用いられ、船体は球炭船、輸送船などに用いられた後、1910年に焼却処分となった。ポール・ H ・シルバー・ストーン、ザニュー・ネイビー、1883から 1922ABCDEFBOB ・クラウス。 リサーチインデックス、ハット ABCDEFGH ログズオブキメロアンドベロシティ。ハットヘレンジェライスシュモスシェイピンシェイピングヒストリー。ザロールオブニュースペーパースインハワイ。キメロマーチ二十八千八百八十七。ハット ABC クルーオブザキメロマーチ二十八千八百八十七。ハット ABC キメロカデットバンド。この際。 数名のハワイ人がサモアに残留している。ペーセフィーカデザインズ LLC ありがとうございます。